はい、どうも鳥さんです。本日はこちら、はい、ということで、本日はですね、ミスタードーナツさんの桜もちっとドーナツつぼみ、こちらでございます。この桜もちっとドーナツシリーズが何種類かね出てるらしいんですが、どうもですね、買いに行ったらですね、つぼみしかなかったと。もう他の桜は散っていたと。なので一番ちょっとね、桜感はないんですけども、つぼみなんでね。ただね、つぼみってことはこれから咲くわけですから、ね、未来があると。ということで、つぼみいただきたいと思います。桜もちっとドーナツ出しちゃうね。要はポンデですよね、ベースとしては。ただめっちゃ重いんですよ。ずっしりしてるんで、もちっとドーナツだからだと思うんですけど、で完全にきな粉です。きな粉がかかっています。そうこれ出しちゃうと本当にもう桜感はないね。まあでもきな粉はね、美味しいですからね。カットしたいな。はい、ということで早速切ってね、いただき、全部はやっぱお腹いっぱいになっちゃうんでね。お、切りやすい。ポンデ系はいいですね。この切りやすいですよね。さあ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 ね、これ中が桜餅風ですか、いわゆるね。だから、だから生地に練り込んであるわけでしょ、ピンクの。これが何味なの？桜？桜餅。皆さん食べますか、桜餅ね。あ、そう。はい、じゃあいただきますよ。うん、おいしい。なるほど。ああ、いいですねこれ。あのね、すごい桜餅の感じ分かります。味、生地自体が、そういった、味でございますよ。そういった味ってなんだよ。桜味って何？なんていうの？桜味？何なんだろう。でも桜のいわゆるほら、アンパンとかでも桜の葉っぱじゃねえ、花びらね、要はあの風味というか味というかをすんごい感じますね、生地に。でこのきな粉が、あのね、そんな甘くないんですよ。だからね、とても、なんだろうな、食べやすい。これはね、お茶とか欲しくなりますね。なんかね、和です。和のドーナツですね。うん、なんかこれはいいですよ。結構そんでね、ずっしりというか結構ギュッと詰まってるんで、食べ応えもありますし、うん、これは美味しい和菓子みたいな、そんな印象でございますね。いや、びっくりした。こんなにね、あの桜の感じ、桜を感じるとね、正直思わなかったんで。いや、よくできてますねこれ。きな粉が甘すぎないのがいいですね。これいいな。これはペロリいけちゃうと思います。ただ私はね、ちょっと都合によりこれ以上食べると後々に響きそうなんで、ね、ちょっとこれだけにしときますけども、これはいいですよ。それこそね、結構そうだな、大人の方、甘いのあんまり得意じゃないぜみたいな方とかも多分美味しくいただけますし、当然ね、お子さんも、はい、あの美味しくいただけるんじゃないかと。とにかくびっくりしました。その桜もちもちとドーナツでしたっけ桜もちっとドーナツね、あの、たがわぬ、名前にたがわぬですね、あのそういうお味になっておりまして、とてもよくできているんじゃないでしょうか。場合によってはちょっとあの黒蜜とかかけても美味しいかもしれないですね。で、そうだ、揚げパンのきな粉のやつとか、いわゆるうんうん餅みたいな感じとかね、黒蜜かきな粉ね、とその桜の感じが、そう、とてもね、いい感じでね、合わさってて、すごくよくできていると思います。はい、とっても美味しかったです。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。